木造で築15年これは買うべき案件かなと。展望が見やすい物件であれば木造でもいいんじゃないかと。とにかくワールシーンにこだわらない戦略に切り替えたんですね。もうオールラウンドプレイヤーになってるんですよね。リアルな行動をしてくださいと、頭打ちになってる人特に。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。実績のある投資家は一体どんな物件を購入しているのか、最近買った物件を紹介してもらう本企画。今回話を聞くのは愛知県を中心に不動産投資を行う安藤慎之助さんです。現在13棟204室を所有、年間家賃収入は1億円を超え、金融機関との取引先も豊富な投資家です。これまで1棟 RC 物件を購入してきた安藤さんですが、最近買った物件は中古木造アパート、購入理由や投資戦略などを深掘りします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私が保有しているのは13棟ですね、204室で運営してまして、 RC と鉄骨木造それぞれの構造体の物件を所有して運営しています。投資歴としましてはですね、15年ですね。ベテランの域に入ってきたかなというふうに思ってますけどね、はい、基本的に愛知県の三河地区ですね、とあとは名古屋市内で持ってます。じゃあ早速今回購入した物件についてお伺いしていきたいと思います。最近購入した物件について詳細をお伺いしてもよろしいでしょうか。ちょうどですね、先月物件を新しく買ったんですけども、木造で、築15年の案件になります。で 1K が9室ですね、2階建てなんですけども、非常にまあ綺麗な物件でして、まあ、エリア的にもこう名古屋市 の、 この地下鉄東山線ってあるんですけども、そこの沿線で、徒歩11分の案件です。で東山線でもまあ名古屋駅の西と東とあるんですけども、まあ、東側の方になりますね、はい、でも東山線っていうのは、はい、具体的に名古屋でいうとどういった路線になるんですか。東山線っていうのは名古屋の地下鉄の中で路線の中で一番人気のある路線になりまして、やっぱり家賃設定も高くて、また入居されてる方の属性も非常にいい方、よろしい方が多いですね、はい、じゃあ賃貸需要も高いということですか。高いですね、はい。物件の購入価格と利回りをお伺いしてもよろしいでしょうか。購入価格の方は、5100万円です。で利回りが満室想定で 9.2 になります、はい、利回りはご自身から見てどういった評価になるんでしょうか。東山沿線で結構かなり人気のある駅の道県内なんですけども、そこからしてみたら非常にいい条件じゃないかなと思ってます。 9.2% で購入したんですけど、実際ちょっとこう、家賃を上げれる要素もあるもんですから、それを加味すると 9.5 ぐらいまでいけるんじゃないかなというふうに思ってます。ですから潜在的なこのポジティブな部分もあったもんですから、もうそこもやっぱり決め手になりましたね。物件情報を入手されたのはいつ頃になるんでしょうか。実際はですね、2月ぐらいですね。じゃあだいたい購入までに3ヶ月ほど用しているということですかね。そうですね、はい。この物件はもともとどういった形で情報はお知りになったんですか。10年近くお世話になっている不動産業者さんからの紹介で、表には出てない水面下の案件です、はい、最初はどういった感じのご連絡があったんですか、その業者さんからは。メールでダイレクトにあってですね、情報を見て、あ、これは面白そうだなと、もうすぐに見に行ってね、翌日見に行きましたね、はい、じゃあ物件を入手したその翌日には物件の内見に向いているということなんですか、ね、そうですね、はい。物件を見た第一印象はいかがでしたか。まあ、これ買おうかなみたいな、すごく綺麗だったんですしね、地形も良かったし、あ、これは買うべき案件かなという形での勘が働きましたね。外壁もですね、こうまだ全然整って綺麗で、もちろん、まあ、数年以内には大規模修繕や外回りのね、外装の塗装とかをやっていった方がいいかなと、よろしいかなというふうに思ったんですけど、単身アパートって一般的に駐輪場が荒れてたり、共用部が結構汚かったりですね、するケースが多いんですけど、とても綺麗だったんですね。エリア的なとこもあるんですけど、結構まあ属性のいい方、マナーのいい方が住んでらっしゃるんだなというような形で、やっぱり非常に物件に対する印象は良かったですね。であとプラスアルファ、こう私が手を加えればさらにこう物件としての付加価値も上がるし、収益も上がるなという感じでは思いましたね、はい。
今回のこの物件に関して内見をした時に確認した場所があれば教えていただけますか。はい、まずはですね、給湯器 の新しいか古いかっていうところを見ました。まあ、あとお風呂場関係ですねの使い方とか、やっぱり浴槽とか例えば髪の毛染めてしまったりするとシミになっちゃってもう取れないんですよね、あれも。ですからそういった方使い方のマナーですとか、キッチン関係 その状態ですね、そういったところはきっちり見ました。であとはね、喫煙履歴、喫煙の状況ですね。ここも必ず見るところなんですけど、もうタバコ吸ってしまった部屋っていうのはヤニが結構細かなところに入っていっちゃうんですよね。でやっぱりそういうのっていうのは匂いも多少残りますし、喫煙がダメっていうわけじゃないんですけれども、まあ、そのちょっとタバコが苦手だっていう方がいらっしゃると敏感に反応してしまって、その自然的にその部屋も NG になってしまうので、ちょうど5室空いてたもんですからね、一つ一つその形跡があるかどうか、そういったところは見ましたね。で結果的に一室もなくて、本当にね綺麗だったんですよ。築15年なのかなみたいな。外回りはなんかどういったところを見るんでしょうか。外回りの方は、設備的なところは特にほとんど見ずに、給湯器のところは見たんですけど、あと基礎のクラックとかですね、あとは給排水の状態とかですね、そういったところは見ましたね。将来的に大規模修繕も行う予定ということだったかと思うんですが、はい、直近のこの物件の修繕履歴などは確認はされたんでしょうか。もちろんしました。はい、低層だったもんですから給水ポンプとかそういうのもなく直圧なので、そういったところは特に確認はせず、設備関係の、例えば給湯器いつ交換したかとか、そういったところがメインになりましたね、設備関係ですね。であとは内装の入退去、実際空室が給室中5室ぐらいあったんですよ急に退去された後だったみたいで、で前のオーナーさんもその修繕、中のリフォームをかけていただいた後だったので、はい、中も非常に綺麗でしたし、履歴を確認するも全然問題ないというか、日々の手入れが良かったんでしょうね。修繕履歴確認するしたんですけど、懸念されるも全くなくスムーズでしたよね。はい、収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。購入の決め手をお伺いしてもよろしいでしょうか。収支がきっちり合うということですね。はい、実際築15年なもんですから、法定耐用年数は例えば20年とか25年で融資組むと超えてしまうんですけども、まず20年で収支が回るかどうかっていうのを見るんですね。シミュレーションしてみると、すごくキャッシュフローが出るものではしないんですけども、特に通常にこう回っていく、運営できていくだろうというところが一つですね。出口戦略というところでやっぱり非常に見やすい物件だった、どういったところかというと成形地だったということですね。木造なもんですから将来的に壊すのも容易ですし、戸建て賃貸にしたり新しく収益物件を建てたりという形でのその次の展開が見やすかったこと、建蔽率容積率見るんですけども、容積率も半分しか使ってなかったんですよね。200% 容積率があるんですけども 100% しか使ってなかった。なのでもちろん日陰の関係もあると思うんですけど、もうちょっと上に詰める要素もあるなと。これ2つ目ですね。3つ目はですね、近隣のその需要ですよね。なかなか土地の出ないところでもありまして、非常に資産価値も高い。あとは入居者さんの属性ですとか、周りに住んでらっしゃる方のこの人間性というか地域文化というか、なんていうのかな、そういったところが非常に良かったので、その今お話した3つが決め手になりましたね。はい、私基本的に中長期で賃貸経営してるんですけども、良い案件であればもうずっと持ち続けたいと思ってるんですね。ただ私が運営していくと何があるか分かんないですよ、将来的にね。運営上でつまずいてしまうかもしれませんし、身体的なものもあるかもしれませんし、あとは周辺環境の変化ですか、市場の変化がいろいろあるかと思うんですけど、その時にスムーズにこう売ることができるか、流動性の部分をやっぱり考えて、事業承継するであろう子どもたち、妻子の子どもと奥さんが問題なく売却したからったらするというような感じの土俵っていうかね、そういったところをやっぱり大事かなというふうには思ってやってますけどね。はい、逆にこの物件を購入する上での懸念点であったりとか、ここはちょっとリスクかなって思っている部分何かございましたか。一つはちょっと前面道路が少し狭かったというところですね。セットバックはしてるんですけど、3メーターぐらいしかなかったので、ちょっと狭いかなと。
そこだけじゃなくて周りもそういうような環境だったので特別感はなかったんですけど、そんななかったですね本当に、そこだけですね、はい。今回の売主さんはどんな方だったかご存知だったでしょうでしょうか。まあ、80歳ぐらいご高齢の方、おばあちゃまが所有していらっしゃってですね、まあ、資産整理というような感じだったんですけどね、はい。実際ですね5600万が売り値だったんですけど、まあ、500万ほどの差し値をしまして、まあ、交渉しまして、その500万円差し値した根拠みたいな部分がもしあれば、積算評価的なところと、あとはその収支ですね、返済期間20年でやっぱり回るような形を取らないと融資をお願いするにしてもちょっとこうハードル高くなるので、事情も踏まえて仲介店さんにお話をしましてね、伝えていただいてちょっと時間かかりました、まあ、実際ね私もうちょっとあの深く差し値してるんですよ。4800万に差し値してるんです、本当はそれぐらい欲しかったんですけどね。ただまあそこでまあ歩み寄って5100に落ち着いたっていう感じですけど、なんとか収支的にいけるかなという感じだったですね、はい。購入後に安藤さんご自身が行ったことをお伺いしたいと思っています、はい、具体的に行ったことをお伺いしてもよろしいですか。はい、まずですね、共用部と建物の周りのこのコンクリートの部分を高圧洗浄かけました。綺麗に、15年もすると苔が黒っぽくいっぱい生えてきちゃって、なんかジメジメした感じになるんですよね。なんかこの古びた感じの雰囲気、僕はそういうの大嫌いで清掃してきました。私自身でケルヒャー持ってちゃくちゃになりましたけどね丸1日かかりましたこれが1つ目ですね。で2つ目が駐車場が あるんですよね。駐車場を、まあ、駐輪場の代わりしてたんですけど、実際駐輪場がなかったのでもうそうせざるを得ない作りだったんですよ。であればもうそこはもう駐輪場に、まあ、それしかないと思って、そこの駐輪場の整備ですね、こう駐輪スタンドを設置したり、であとはバイク置き場を作りました。区画で切ってね、線を引いて、既存で原付の持ってる方とかはもう仕方ないので、まあ、そこのライン引いたとか、まあ、とりあえず無料では置いてもらってるんですけど、今後の入れ替えのタイミングではもう有料でやっていくと。バイク化の物件っていうのは実際なかなか少ないので、それはそれ一つの付加価値になるんですよね、はい。であともう一つは駐車場1台分小型車が止めれる分のスペースもあったんですよ。そこを止めれるようにちょっとこうスロープをつけたり輪止めを設置ですね、そういったような工事をしましたね。3つ目まだ今進行中なんですけども、物件のネーミングの変更と夜のこの照明ですね、もうちょっとこう増やして物件自体明るくしてやろうというところで、通常の照明と防犯ライトをつけて入居者さんに少しでも夜安心いただけるような形での、まあ取り組みというかプラスアルファの設備をつけようかなというふうに思ってます、はい。駐輪場の状況なんですけれども、はい、購入時の時は、はい、状況荒れている状況ではあったんでしょうか。荒れてはないんですけど、使ってないと思われる自転車も何台かあって、それを放置するとやっぱり入居者さんのマナーも悪くなってしまうし、場合によってはよそから持ってきて止めて行っちゃう人もいらっしゃるので、はい、実際そんな悪くなかったですね、はい。うん、でバイク置き場を新設する、はい、新しく有料化するということなんですけれども、これは他の物件でもそういった取り組みとは行われていらっしゃるんでしょうか。やってます。これ物件にもよるんですけど、まあ、3000円いただいてるところもあれば、まあ、1500円のところもありますし1000円のところもあります。どういう物件であればバイク置き場を新設してもいいかなっていう部分は何かあるんでしょうか。やっぱりその都心部のその車の駐車場がないところ、なかなかないんですよ本当に。バイクを置ける物件っていうのはありそうで、購入価格以外で今回こういったリフォーム追加費用としてかかった費用って大体どれぐらいになるんでしょうか。見積もりの段階ですけど、まあ、10万ぐらいじゃないですかね。実際私も動いてるのでニットで換算したら高いものになると、は思うんですけど、まあ、ちょっと話逸れちゃうんですけど、私も基本的にやっぱり現場で自分でやれることを やっていく考えなんですよ。自分が手をかけるのかかけないのでやっぱり自分の気持ちも違いますし、あとまあ入居者さんも見てますんでね、もちろん私がオーナーということは知らないんですけど、やっぱりそういう姿をしっかり見ていただくと、入居者さん来たらコミュニケーション取っていくので、こんにちはとかね挨拶したりね、いろいろ話したりするので、そういった意味でやっぱり物件のその状態っていうのはどんどん良くなっていく、業者に任せたと分かんないんですよ。自分が動くのと業者でお願いしたのどっちが金銭的で見たら高いのか安いのかってよくやりますけど、
もちろんそこで見たら当然私が動かない方がいいわけなんですが、でもそれじゃないなと思ってて、うん、まあ、オーナーとしてやっぱりやれることはやるべきだろうと、うん、そこで見えてくるもの、発見できるものがあれば業者に任せた以上の費用対効果がある可能性もあるんですよね。実際私はそれはもう実感してるので、まあ、やるようにしてるんですけど、大変ですけどね。投資戦略に関するお話をお伺いします。これまでは規模の大きい1棟 RC 物件を購入してきたかと思います。1棟 RC にこだわって購入してきた理由をまずお伺いしてもよろしいでしょうか。